皆さんおはようございます。ティンダーム久保健太です。羽田空港面白地点いきます。今じゃ、まあ、日本初初尽くし、まあ、いろんな初といえば、まあ、やっぱり免税店も調査するタンスタイル式コインパスタ、あとはハンドライトシステム、あとは機内ケータリングサービス、いろいろありますよね。はい、いろいろと変わってますね。ジャンボレンタカーシステム、新車10台発足したのは1957年、これも驚きましたね。はい、ブルーインパルス、羽田の空、またそうですね。東京オリンピックでも確かあったような気がするけどもね。はい。いろいろと、はい。確かに遊園地もあってますね、羽田空港に。あの、屋外にある遊園施設もありました。はい。羽田空港は、その経営と、あと、いろんな客務の提供、あとは、普及活動、いろいろ、航空普及教育というものが実はあるそうです。航空教室も実はありましたね。はい。勉強になりました。皆さんも勉強しましょう。それではコメント、高評価、チャンネル登録をお願い申し上げます。バイバイ。